枚のアベノクを食べようのコーナー始まるよ。ということで今日はアベノクにあるうさぎと僕というお店にやってきたやで。うさぎと僕とことの端舞。昭和町っていう駅が最寄り駅なんやけど、そのせいもあってかちょっとレトロなお店が多いイメージやな。ほんなら早速入店。店内は濃いめのコーヒー豆の渋い香りが充満していて、ところどころにうさちゃんがおります。店内がうさぎまみれて可愛いのもええんやけど、古民家を改装した感じのレトロな雰囲気があるのもええな。ほんなら早速注文。なんちゅう可愛いラテアートや。しかもコーヒーにセットで可愛いうさちゃんクッキーまでついてます。ごく、うまい。ここたい。ここのお店のええところは、うさぎさんだけに頼っているわけではなく、しっかりコーヒーが本格味で美味しいところや。コーヒーの種類も多いし、軽食類もどれも美味しそうやねんな。うさカレー気になる。その中でもデザート類が特に美味しそうだったんで。こちらのマスカルポーネチーズを使った昔風プリンを注文。到着。可愛いしもうこんなにうまそう。マスカルポーネチーズのおかげでほんのちょっとだけ大人味のプリンで、めっちゃうま味。あとこのプリンにもついてるうさちゃんクッキーと、アイスがついてるのも嬉しいポイントやな。ちなみにアイスコーヒーも飲んでみたんやけど、こちらも苦味強めて香りも良くて、ブラックコーヒー好きにはたまらん一杯となってるやで。ところどころに小ネタ的なものやウサギのグッズが散りばめられてて、静かでおしゃれな店内やけど楽しさもある。そんなええお店やここは。オリジナルブレンドのコーヒー豆や焼き菓子も販売してるから、お土産に買って帰れるのもええな。うち的にはアイスコーヒーがほんまに好みの味やったから、ウサギを見に、というよりはもう一度コーヒーを飲みに行きたいと思えるお店やったな。ぜひ近く通ることあったら行ってみてな。ほんならまた大阪のうまいお店でお会いしましょう。またね。またな。